それでは喜びの声を聞きましょう。優勝しました9番埼玉伊藤明選手です。優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。今の気持ち聞かせてください。いやすごい嬉しいですね。はい、鈴木健二選手が前で頑張ってくれましたね。はい、もうあんだけ言ってくれたら何が何でも優勝しようと思いました。やはりラインの絆ですか。そうですね、はい、いつも前のおかげで、はい、後方からの仕掛けは見えていましたか。見えてたんですけど、なかなか来なかったんで、はい、落ち着いて、はい、4コーナー回れました。その4コーナー回ってきた時いかがでしたか。そうですね、ここ長いんでちょっと外に食われちゃうかなと思ったんですけど、はい、ゴールしてみたら誰もいなかったんで、はい、見事優勝しましたね。はい、7年ぶりです。最後まで応援してくださった皆様にメッセージお願いします。はい、遅くまで残って応援していただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、次も優勝できるように頑張ります。ありがとうございました。ここで優勝した埼玉伊藤明選手から皆様へプレゼントの投げ入れがあります。お願いいたします。優勝した埼玉伊藤明選手から皆様へプレゼントです。今回小さなお子様から幅広い年代の方々に応援していただきました。9番埼玉伊藤明選手から皆様へプレゼントを渡ししています。伊藤選手ありがとうございました。それでは伊藤明選手の退場です。今一度大きな拍手をお願いいたします。伊藤明選手ありがとうございました。第4回立川市営高知ゴールドカップ F2 を制したのは埼玉伊藤明選手です。今関東門の中からも大きな拍手で選手たちに迎えられています。